てもらえた。イエーイ、もらったー。ちょっとカメラやめてください。ちょっと4、ヤピラムズキュン、今日はここに来てます。じゃーん、東京ゲームショー2022です。今ね16日なんですけど、昨日今日でビジネスデーって言って、まあ、関係者の人たちとかが来る。で明日明後日17、18で一般の方がこう来るっていう、まあ、すごい大規模なゲームの、イベントなんですけど、何回か来させていただいてて、今までまあブースにも出てたりとかしてたんですけど、今回ビジネスデーに来るの初めてです。どんな感じなのかちょっと気になるし、やっぱね、この関係者っていうね、ちょっと初見乱用というかできるんで、ちょっといつもより人が少ない感じを楽しみたいと思います。で、ちなみに明日の17日私はハピネットさんブースで、コスプレをしてゴージャスさんと一緒に出るんですけどね、その模様も後ほど映像でお見せしますのでお楽しみに。じゃあまず早速、今日はね遊びに来たんで、いろんなの回っていきたいと思います。じゃあまずはこっちからだね。潜入しました。なんかもうすでに買うための準備はできてるんだよね。早速回していきたいと思います。まあね、ゲームと映画にはねお金を出すのは苦じゃないですよね、中谷さん。そうですね、目的というか行きたい場所とかあるんですか。まあタイムリーにめちゃくちゃやってるのはモンハンとワイオがね発売されるんで、次リメイクまたワイオでしょ。まあちょっともう分かんない、ありすぎてカプコンブースですよ。おすげえ、カプコンには大変お世話。おっ、ガルク見てください。ハマミツネ希少種が9月29日からアップデート、ヤッピー。Apex とコラボしてるんですね。すごい。見て、なんかすごいのもらえた。あ、いるよ、オクタンライフラパスが。で見て、オクタンのステッカー入ってる。これ欲しいでしょ。あ、これ欲しいです。あげないっすよ。でね、これモンスター入ってて、これ普通のモンスターなんだって。でもこっちがオクタンモンスターなの。似合ってるよね。特別にもらっちゃった。ラムはいいやろ。見て、ガレリア、ガレリア個人的に普通に使ってるんですよ。自分で買って、あのいつも配信してるのとか全部ガレリアでやってますよ。昨日ね、小籔さんがここでやってた。今小籔さんを今吸収してる。寝てるよ、ラージャンが。え、これよくない？フルフルのさクッションだよ。フルフルの寝袋。ミルチのこんなの売ってんだね。かわいくない？わー、迷う。ゲームセンター CX だ。オールナイトイーの天の声の人。え、やばさ、お菓子もらえた。え、はい、買いました。何を買ったんですか。絵本、パンさんが作ったんですか。そう、俺が原作で
ニーナさんっていうアメリカに住んでる人が絵を描いてくれたの、はい、わありがとうございます、イエーイもらったありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございます、はい、お願いします、ありがとうございます、もらったぜ、サインを買った、なんか宇宙来ちゃった、なんか宇宙来ちゃった、宇宙人いるもんね、もしもぶのゲームもあんの、ラムズキュン、ほんと目立ちますよ、こんな、いやいやいやオーラ切ってたから、いやいや、ありました、ありました、いやいやいや、カメラやめてください、ちょっとプライベート、プライベートですか、あれ、明日一緒だよね、スゴージャスさんに教えるっていう、うん、あのゲームを教えながら、ふざけんな、そんなのあんちゃんにも教わること一個もねえよ、ひどいよ、教えさせてよ、教えさせてよ、俺たちがいる場所、それここ、幕張メッセもうこれやってない、もう遅いや、コスプレイヤーの人かな、みたいな、すいません、すいません、お忙しい、お疲れで、とりあえずまた明日も会おうということで、はい、よろしくお願いします、バイバーイ、この絵でじゃあ行きたいと思います、はい、どうぞ、すいません、ありがとうございます、あー、あれ何しよう、何しよう、何しよう、並んでました、ずっと、あ、そうなんだ、全然終わんなくて、さあ、みんな、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、下最初来るじゃないですか、下最初来る、下来るくないそれ、超不利、超不利じゃない、運ゲー、待って待って待って、マジ運ゲー、早く上行って早く上行って、はい、運ゲー、待って待って待って、あー増えた、待って、それくらい前、あー危ない、おーみたいなやりたいみたいな、やりたい、ガチ練習したいな、ちょっと付き合ってもらっていいですか、ガチ練習
買ってヘビーユーザーになります。ポジプロ買いました。帰り際に使ったフラジャイルのタオルハンカチとクリプト美容室のマスコットキーホルダー、ロンティ、全部デスストランディングのグッズです。もっといっぱい買う予定だったんだけど、これしか買ってない。結局着替えてきます。じゃーん、これ袖にね、結構かわいい書いてある。かわいい、来ました。ここで私がお世話になります。明日私が出るのは TGS の公式の生配信の方に出るんで、ここじゃないですね。私が出るのはここで私有ができるんですけど、私有できるゲームの数がえげつないですよね。ここマイクロもあるし、コールオブデューティー、モダンウォーフェア2も買ってます。で、こんなタイトルいっぱいある。自由し放題で見て、このアーロンデスキューとリバーウェイク、私出まーす。このあのレムちゃん、右の黒い子、あの子のコスプレをして、公式生放送に出るっていう感じでございます。めちゃくちゃ面白かった。横スクロールゲームで久々にやったなって感じ。横スクロールのシューティングゲームね。ということで明日頑張ります。TGS2022 2日目、この格好で出まーす。今回配信だけなんで、もったいないなと思ったんで、ちょっと一瞬の合間を縫って今からキャビネットブース行きます。でラム教の方がね、来てくれてるんでね、一瞬でも顔出してあげたいなと思って向かいます。お疲れ様です。はじめまして、ゲームグロリアスさんとこの一緒に速報を出すたま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 ゲームグロリアスさんとお願いします。カバンかける。さあ、ということでここからはお二人のゲストにお越しいただきました。まずはフィニックスの川村さんです。フィニックスの川村です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてもう一方応援に駆けつけてくれました、こちらの方です。ネバーウェイク公式お姉ちゃん、ラムです。ラムズッキュラムちゃんだねか。はい、ということでラムさんに特別名称でお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラムさん、どうですかここまでのゴージャス。ということで TGS2022 終わりました。ラムはまだ実は明日もあるんですけど、ちょっと私の出番はね、今日で終わりです。コスプレもできて、プライベートで行って楽しめて、めちゃくちゃ充実した夏の終わりでした。今年もやっぱすごいですね、東京ゲームショウ。来年もまた来たいって思いました。てか毎年来たいなっていつも思ってるんで、次もしラムが出ることがあったら、ぜひぜひ皆さんこの機会に足を運んでみてください。めちゃくちゃ楽しいんで、なんならあの最新のゲームを試遊できるっていうのが一番でかいんで、コスプレイヤーもいっぱいいて最高です。で、私が出演した回がまだアーカイブ残ってると思いますので、ちょっと概要欄に貼っておきますので、ぜひそこから飛んでください。あとネバーアウェイクやってね。9月末から出るんでゲームが、ぜひプレイしてみてください。レムちゃん操作してあげてください。バイバーイ。今日も見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。他の動画も見てみてね。チャンネル登録よろしくお願いします。